レターロンドンのインフィールドロンドン特別区にて生まれ育った。幼い頃より演技を始め10歳の時に地元の演劇グループにその名を連ねた。彼女は15歳の時に見出されてイギリスのテレビシリーズイーストエンダーズに2000年から2005年にかけてゾエスレーター役でレギュラー出演した。2006年イギリスの映画フローズンタイムにスージー役で出演。 同年、イギリスのテレビ映画、アガサ・クリスティ・ミス・マープルに親指のうずきに、ローズウォーター役で出演している。2007年に放映された NBC のリブートである、テレビシリーズ、バイオニック・ウーマンにおいて主演である、ジェイミー・サマーズ役で、アメリカ合衆国の人々にも、彼女の名が知られるようになった。2008年、BBC のテレビシリーズ、魔術師・マーラーにムエ役で行くたびか登場した。 2009年、BBC のテレビドラマ、ドクター、フーのエピソード、死の惑星にて一度限りのコンパニオン、レディ、クリスティーナでスーザ役で出演。また、2018年や2021年において、英国のオーディオドラマ制作会社である、ビッグフィニッシュ制作のスピンオフオーディオドラマ、レディ、クリスティーナで主演として、再び同役を演じた。2012年、ホラーコメディ映画、 ロンドンゾンビ機構において、主人公のいとこのケーティ役で出演した。ありがとうございます。